部屋迫です。まあ、前回デビュー夫人のとことかいろいろお世話になってる方々のところにミーアイズでオムサコライスを試食してもらうっていうのをやってるんで、それをケイチョンさんにもやってもらおうかなと思ってるんですけども、実はめちゃまずいやつです。ほう。調味料一切使ってません、はい、ケチャップの色は食紅でつけています、はい、で油もバターも何も使っていません、はい、さっき僕試食しましたけど、はい、ただただ美味しくないです、はい、何の味もしません、はい、で果たしてケイチョンさんはやらせに乗っかってくるのか、もしくは何も言わずただ美味しいと言って食べて嘘をつくのか、どうなるんでしょうか。なるほど、ご期待。はい、七重ママ、はいはい、銀座の方ですかね、はい、七重ママが僕が作るオムライスを食べたことがあるんですよ、ええ、一度振る舞ったんですね、ええ、こんな美味しいオムライス食べたことないと、はい、お見せしましょうよ、ええ、っていうのがトントン拍子に行きまして、ええ、結果オープンすることになりました。なんかデヴィ夫人もなんかぼったくりの牛宮城だみたいなので、ちょっとネットニュースは見ましたけど、はいはいはい、そんな感じになってるんですか今。いや、ぼったくり発言はね、かまいたちの番組でぼったくり発言をしたことは、はいはい、訂正していただきました。ぼったくりではございませんって言ってもらいました。ああ、そうですよね、まあまあね、まあまあまあ、多少上乗せしてもいいですもんね。やめろ、マジで多少わかんない、わかんない、多少上乗せをすることによって、まあ今のところメディアでぼったくり言うたのはデヴィ夫人とさんまさんだけやねん。やめてくれ。だってやっぱ美味しそうに食べれるじゃん。まあ美味しそうには食べれるんですけど、なんていうんですかね、引き出しが少なくてあんまりこうコメントが上手じゃないっていう風に、あ、ちょっと固めなんですね全体的に。ちょっとマイナスのやつやめてください。お願いします。これですね、お願いします。かけてますから言ってください。まずはケチャップなしで。ん？どうすか。ちょっと僕には薄いかもしれない。あ、味がですか。味が。でも、はいはいはい、いやいや、しっかりはしてますよ。あ、はいはいはい。はい。はいはいはい、でも、これはこれで、なんて言うんでしょうかね。はい。ちょっと、メガネをかけて中を見させていただきますけど。はいはいはい。しっかりとした、はい、お味、はい、だなと思いました。あ、ありがとうございます。味、薄いですか。ちょっと私はカットしますか。もうちょっとこうっていうのこう斜めにして一口目の感じでちょっと大きめにいきますよ。ケチャップをかけなくても、はい、全然このままでいけると言った方、はいはい、私もそっち側の意見です。おー、美味しい。ありがとうございます。これ美味しい。あ、ありがとうございます。はい、あ、うん、あかん、完食。わー、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱすごいね、ベテランは。いや、じゃあ、今何時ですか。いい、はい、落として、はい、6時25分、はい、確保。はい、確保。何すか、確保。何確保す。何すか、確保。何を確保するの。確保す。もう完全に今もう現行犯です。現行犯。ちょっと何を現行犯。どうしゃられましたっけこれ。はい、これどうしちゃってました。どうしはいましたってどういうことですか。食べました。味がしっかりしてて、味はしっかりしてて美味しいって言ってました。美味しいって言いました。ケチャップなしでも美味しいって言いました。舌ちぎった方がよろしいで。どういうことですか。どういうことですか。いや、昨今本当だってよ、ね、やらせでやったりいろんなことをね。やらせやれって言ったでしょ。あ、言ったでしょ。だってやらしくって言ってこないと困るって言ったから。じゃああなたは何ですか。やらせお願いされたら引き受けるんですね。はい、やらせお願いされたらどんなみたいに引き受けるんです。今引き受けましたもんね。なので逮捕です。中は一緒、これは、ね、外だけ入ってるんですか。これが意外なほど合うんです。うわ、天かす。スーパーとかで買って帰ってくるんですけど、はいはいはい、隠されてるんですよ奥さんに。はい、あなた天かすは食べちゃダメだと。で、家の中捨てたんかって聞いたら捨ててはないと、はい、家の中にあるから天かすが。天かすが、はい、で探して、はい、探し当てたら食べていいと。天かす、ものすごいちっちゃいワンピース。天かすです。天かすってこれぐらいの、はいはいはい、天かす、あれで、天かすを禁止されてるんですよ。だからもう天かす見たらもう涙が出ますよ。3袋ぐらい隠されてるんですよ。
買って置いてたらどっか持ってくすぐなん。まあまあちょっとやっぱ体のことを考えてね。でももう少量ですから。天かすでそんな感動してもらえるなんて。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。